クリストファー・ガズデン、クリストファー・ガズデン、A、クリストファー・ギャット・スデン、1724年2月16日から1805年9月15日は、アメリカが衆国サウスカロライナ出身で、アメリカ独立戦争中の軍人、政治家である。独立戦争以前からサウスカロライナ求人派の主要指導者となった。独立戦争中に、大陸会議のサウスカロライナ代表となり、 アメリカ大陸兵の巡将にもなった。として知られることになる歴史あるアメリカ軍機をデザインした。ガズデンは1724年2月16日にサウスカロライナのチャールストンで生まれた。父はトマス・ガズデンであり、チャールストン公の税官長になる前はイギリス海軍に入っていた。ガズデンはイングランドのブリストル近くの学校に送られ、1741年に アメリカに戻ってフィラデルフィアの会計事務所に働きに行った。自己感情で商売の冒険的事業に加わり、1747年までに十分な金を稼いでサウスカロライナに帰り、父が1733年にギャンブルでなくした土地を買い戻した。ガズデンはチャールストンで商人として、またパトリオットとして著名になり始めた。商人としては繁栄しており、 チャールストンに現在もその名を残す三橋を作った。1759年にチェロキー族インディアンに対する遠征隊を組織した時は民兵中隊の隊員を務めた。1760年には初めて植民地議会議員に選ばれ先制的な総督との長い摩擦の時代が始まった。1765年、植民地議会は飲酒法に抗議するために ニューヨークで招集された因子法会議大議員の一人にガズデンを指名した。仲間の大議員であるトマス・リンチやジョン・ラトリッチはイギリスの族員と庶民員にそれぞれ当てた請願書を起贈する委員会で働く一方でガズデンはイギリスの議会が問題を扱う権利がないという観点からそのような役割を拒否した。ガズデンは会議で作成された 権利の宣言について遠慮なく物言う支持者という立場を取った。このことでマサチューセッツ代表のサミュエル・アダムズの注意を引き、この二人の長い間続く文通や友情の始まりとなった。ニューヨークから帰ってくるとチャールストンにおける自由の息子たちを創設し、指導者の一人となった。民兵隊では中佐に承認し、1775年に、 それまでの政府と表だった紛争が持ち上がった時、サウスカロライナ第一民兵連隊の大佐となった。1774年、仲間の議員がガズレンを大陸会議代表に選出した。1775年、植民地全体で行われた選挙によってガズレンは再任された。1776年初期に、 サウスカロライナでも実際の戦闘が間近になったので大陸会議を離れた。1776年2月、サウスカロライナ国知事のジョン・ラトリッチがガズデンをアメリカ大陸兵の順庄に指名した。同じ年に大陸軍と指揮系統について最初の問題が発生した。イギリス軍はチャールストンの攻撃を準備していたのでチャールズリー少将は 中心から離れた防衛線を放棄するよう命令した。ラトリッチと地元の役人は、この命令に合意しなかった。この時、妥協案が成立して、が、サリバン島での防御の準備をし、ガズデンはその連帯を使って防衛線が脅威にさらされた場合に逃亡できるよう橋を建設した。イギリス軍の攻撃は撃退された。1778年、 ガズデンは新しい国憲法を起草するサウスカロライナ会議の一員となった。同じ年、大陸会議に出席して、不在となったヘンリー・ローレンスに代わり、副知事に指名され、この職を1780年まで務めた。最初の一年半、この職はサウスカロライナ国のバイスプレジデントと呼ばれていたが、新しい憲法が採択されると、その称号は現在も使われている。 リュテナンガバナに変わった。イギリス軍が1780年にチャールストンの包囲戦を敷いたとき委員会の議長であったジョン・ランドルフは死が落ちた場合に備えて亡命政府を確保するためにノースカロライナに逃亡した。ガズデンは父のローリンズ・ラウンズと共に市中に止まった。5月12日にベンジャミン・リンカーン将軍の指揮する大陸軍は イギリス軍のヘンリー・クリントン将軍に降伏した。この時、ガズデンは文民政府の代表であり、死と共に降伏した。ガズデンは保釈され、チャールストンの家に送還された。クリントンがニューヨークに戻った後、イギリス軍南部司令官となった、チャールズ・コーンウォリス将軍は規則を変えた。8月27日の朝、ガズデンは保釈中であった20名の死の役人たちと、 共に対された。彼らは捕虜として船に乗せられ、フロリダのセント・オーガスティンに連れて行かれた。セント・オーガスティンに到着すると、そこの知事パトリック当人は、捕虜が敵対しないと宣誓するならば、市中での自由を保障すると提案した。大半はこれを受け入れたが、ガズデンは、イギリスがすでに保釈中の規則を無視しており、偽りの仕組みに宣誓することはできないと言って、これを拒んだ。 その結果、ガズゲンは古いスペインの要塞であるサンマルコストリデにある地下牢で42週間の独房生活を送った。最終的に1781年に釈放され、商船でフィラデルフィアに戻った。そこでコーンボリスがカウペンスの戦いで敗北し、ヨークタウンに撤退したことを知ると、急いで故郷に帰り、サウスカロライナ文民政府の再建に貢献した。 ガズデンは、同時、ジャクソン・ボローで開催されていた国議会に復帰した。この会期では、知事のランドルフと事実上の知事ラトリッチが二人とも、辞任しており、ガズデンが知事に選ばれたが、彼は、辞退しなければならないと考えた。捕虜になっている間に健康が損なわれており、イギリス軍がまだ、チャールストン氏を諦めていなかったので、活動的な知事が必要とされていた。 1782年にジョン・マシューズが新しい知事に選ばれた。カズデンは1788年に開催されたアメリカ合衆国憲法批准会議でも大議員となった。カズデンは1805年9月15日、チャールストンで事故による転落が元で死んだ。チャールストンのセント・フィリップス教会墓地に埋葬されている。 ガズデンの私的生活についてはあまり電気作者の注意を引いていない。少なくとも二人の子供があり、娘のエリザベスはアンドリュー・ラトリッチと結婚し、もう一人は息子のクリストファー・ジュニアであった。アリゾナのガズデン購入は彼の孫ジェームズガズデンにちなむ命名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。